どれぐらい間違って知ってる？徹底的に間違ってんだよ、人間の生き方は。荒川さん、あなたには命がどんな風に見えているんですか？てか、俺は新しい科学者なんだ。最初から、生まれて5歳ぐらいから。芸術家になろうとしたら、まず科学者になるから。一体与えられたものって何だ？私って何だってことなんだ？細胞の中の水と外の水はどれぐらい違うんだ？俺は5、6歳から学んだんだ、それを。そうじゃなかったら今俺が言ったようなこと言えるかよ。人間は死なないんだよ。死ねないんだって言ってんだよ。